Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Michał, a dzisiaj kontynuujemy przygodę Story Mode'a z naszym młodym ninja Naruto. W ostatnim odcinku wróciliśmy już ze spotkania 5 Kage, biliśmy się z Sasuke i teraz sprawy pociągną się dalej. A jak? Właśnie się o tym przekonamy. Tylko niestety tutaj widzę, że ominęliśmy jedną cutscenkę, mianowicie gdzie dostajemy misję. Teraz musimy się udać do Gaja. Ale trochę niefajnie wyszło. Bo grałem potem, ale wgrałem starego save'a. I niestety jedną cutscenkę niestety ominęliśmy, ale kiedyś tam dogram ją. Więc z tym myślę, że nie będzie problemu. Ale jedna cutscenka w zasadzie tylko, gdzie dostajemy misję. Jak widzicie, nie robiłem żadnych misji tutaj w wiosce, gdy już zrobię to sobie na spokojnie po nagraniu. A oto i Maito Gai. Porozmawiajmy z nim. Gai-sensei da ke? O, Aoba mo Yamato mo mada kite nai zo. 高速で用意して俺はかれこれ1時間待ちぼけだ。 Tak, jest to misja, którą w anime będziemy razem z Gaiem, Aboa i Yamato podróżować. Na pewno pamiętacie, to był ciąg fillerów, gdzie podróżowali na pewną wyspę. W tym momencie Gai się nas pyta, czy jesteśmy gotowi, czy nie. Możemy iść jeszcze coś tam kupić, jakieś misje tutaj w wiosce powykonywać. My oczywiście jesteśmy gotowi, więc zaczynamy! おう。で、何を?ははははは、出発前の手合わせに決まっているだろう。なんで?うん?愚問だな。いいか、考えてもみろ。俺たちが今から向かう場所は、あの雲隠れ。武に優れ、屈強な忍びが集まるあの地に向かう以上、いかなる事態に巻き込まれても対応できる力が必要だ。まさか。 雲隠れの忍びと一戦交えるかもしれねえってのか。可能性はゼロではないだろう。なるほど。じゃあ今からの手合わせというのは、いかなる緊急事態にも対応しうる判断力、そして他里の忍びとの緊急戦闘を想定した手合わせだ。これは本腰入れなきゃならねえってばよ。 いいか、俺のことは雲隠れの忍びと思え。そして襲いかかる猛攻を飼いくぐるのだ。よし、やってやる。素晴らしい気迫。俺も燃えてきたぞ。その熱き血潮に全力で応えよう。いや、僕、バルカトレーニングだったか、スカイアンガイ。 Wyzwał nas na treningową walkę, której oczywiście nie, powiedzmy, normalnie by nie przeżył, ale dobra, to jest. Dobra. Jak widzimy, jest taki, że postacie jeszcze rozmawiają sobie podczas walki, jakieś tam rozmowy próbują przeprowadzić. Oj, nie fajnie mi przerwałeś czuć z udziału. To ta rasygana w ciebie, a ty nie bardzo nieładnie mi przyjdzie. Oj, oj, oj. Jeszcze się nie kopię w plecy. O to... O ty! Rasengan! Rasen Shuriken? Yes! No nie ukrywam, że troszkę życia Gai nam zabrał, ale...
サンキューな、劇前先生。Se czasu brawie. Eska i taki genin pokonuje Johnina, no to to już jest komedia, ale tu w końcu mówimy o synu czwartego Hokage, więc nie ma się co dziwić. これが今のナルトの力か。成長したな。なかなかの戦いだったってばよ。なあ、ガイ先生。ん？ああ、そうだな。素晴らしいバトルだった。いかに力自慢の雲隠れであっても、今の俺たち相手では勝ち目はないだろう。へへ、雲隠れの忍びがいくら襲いかかってこようが、返り討ちにしてやるってばよ。襲いかかるって、そんなことが起こるわけないでしょ。何やらすっとんきょうな声がすると思ったら、本当にこの二人はもう。ちょうどいい時に来たな。こっちも今手合わせが終わったところだ。そうですか。それはなんというかご苦労様です。いつ俺のように強力な忍びが挑みかかってくるかわからんからな。注意するに越したことはない。ああ、ガイさんのようにアレな忍びが雲隠れにいるとは思えないけど。では全員揃ったことだし、うん、雷の国に向けて出発するとしよう。みんな行くぞ。おう。これからこのノリが続くのかな。まずは挨拶からだ、トビ。いや、今はマダラと名乗っているとか。ここがよくわかったな。スパイとして各国を渡り歩き、暁の一員であった僕の情報網をなめない方がいい。サソリのスパイの一員だったな。薬師カブト、お前は暁の裏切り者だ。そう、二代目ホカゲとオロチマル様しか使えなかった禁術。しかし僕で三人目、そして今はその二人をも超えている。でも安心してください、僕はここへ戦いに来たわけではない。何が目的だ。君と手を組みたい。手を組みたいだと？俺がお前と手を組んで何の得がある？近々戦争を起こすそうだね。その戦力を提供しようってことさ。ここにいるイタチ、サソリ、デイダラ、カクズ、そしてナガト、どれも強者揃いだ。それに僕の持っている駒はこれだけじゃない。見返りは？ウチハサスケ。何を企んでいる？別に何も。僕の興味は忍術の純粋な真理。その探求のためにはサスケ君が必要なだけ。生きた若くて繊細なウチハの人間が欲しい。断ると言ったら？僕が何の手札もなく君に会いに来るとでも？そう、君は断れない。貴様、それをどこで手に入れた？いろいろとね。でも安心していいよ、これは誰にも喋ってない。お前がここまでの器になるとは思ってもみなかった。今お前と揉めてもこちらの戦力が低下するだけ。
この木を狙ってここへ来るとは、用意周到なやつめ。ということは？いいだろう。手を組んでやる。ただし、サスケを渡すのは戦争の後だ。物分かりのいい方だ。さすがウチハマダラ。器が違う。生意気なやつだ。お前の持つ戦力を確認してから作戦を練り直す。ついてこい。以上の任務を暗部と連携を取り速やかにこなせ。はい。お疲れですね、師匠。戦争前だからな。やらなければならないことが山ほどある。はい。そういえば、そろそろだな。え？そろそろナルトたちが雷の国に到着する頃だ。ああ、そっか。あいつ、ヤマト隊長に迷惑かけてなければいいけど。これからの戦争は、ナルトを守る戦争だ。それをナルトに感づかれないよう、ヤマトたちには徹底管理してもらわなければな。ですね。ナルト、私も頑張る。だからあんたの方もしっかりね。ここが目的地か。大丈夫ですか、ガイさん。まさか船にこんなに弱いとは思ってなかったですよ。おのれ、この鋼の男。マイトガイが。連れの方は大丈夫なのか。ああ、はい、大丈夫です。どうかお気になさらないでください。出発前の威勢はどこへやら。それでこの島での宿場なんですが。それならばこの先にある。まあ少し進めばわかるだろう。わかりました。それでは我々もそちらに向かいます。ガイさんは体調が良くなるまで俺が見てるよ。ヤマトたちは先に行っててくれ。それが良さそうですね。ナルト、僕たちは宿場に向かうよ。ガイ先生、さっさと気合で復活するってばよ。Właściwie, ale po prostu nie mogę. Musicie sami przyznać, że te Gaja jest po prostu przeepickie. To jest po prostu epic, jeżeli o to chodzi. Jak on to robi, Jezus, myślałem, że padnę tutaj ze śmiechu. Zawsze ten moment jest po prostu epicki jak dla mnie. W tym momencie idziemy po prostu naprzód za tym ninja gdzieś tam. W momencie, według fabuły, to teraz powinniśmy spotkać Killera B. Omaetachi wa? A, watashi wa Konoha kara kita Yamato. Kochira ni shikuba ga aru to kiite kita no desu ga. A, hanashi wa kiite iru. Yoku kita na. Shikuba nara kono saki, sou tooku nai basho ni aru. Arigatou gozaimasu. Sochi ga rei no?はい、名前は渦巻ナルトだってばよ。よろしくな。ふん、元気のいい B さんといいコンビになりそうじゃないか。誰 B って。なんだ、同じ人中力なのに知らないのか。 B さんってのはな、雲隠れの中でも有名な。 B は俺様、誰が呼んだか。この俺をサインは今度だ、チェケラッチョ。 B さん。よ。え、
この人がその B って人？ No、 俺の名前はキラー B、 キラリと輝くキラー B。 Oh yeah。 なんだってばよ、この力入れてダジャレ言う筋肉グラさん。この方が雲隠れのキラー B さんですか。まさか雲隠れにもいるとはね。ガイさんみたいなあれ系な人。雲隠れの英雄の中の英雄、八尾の美獣すら完璧にコントロールしたお前と同じ人中力だな。美獣をコントロール、このおっさんが。おっさんじゃない、キラー B さんだ。だったらさ、俺に修行つけてくれよ。修行だ。俺ってば九尾の人中力だけど、まだ九尾をコントロールできてねえ。だから九尾のコントロールの仕方を教えてくれ。嫌なこった、ね、今のお前には無理だぜ。絶対九尾に食われておしまい、絶命。なんでだよ。そんなのやってみなきゃ分かんねえだろ。お前は滝で黙って、瞑想修行の相手は俺様、面倒。な、待てこら。行っちゃいましたね。あの調子じゃ戻ってこないだろうな。くっそ、なんで無理なんだよ。しかもわけわかんないこと言いやがって。いや、そうでもないぞ。 B さんは一応ヒントを言ってくれてる。どういうことだよ。 B さんは滝で瞑想しろと言っていた。この島には瞑想すると己の闇と向き合うことのできる真実の滝という場所がある。真実の滝か。おそらくそれを指しているんだろう。行くんだろ。当然、さっさと瞑想して絶対に修行つけてもらうってばよ。じゃあ僕も行こう。ここは未知の領域、何が起こるかわからないからね。ふん、どうやら木の葉の人中力もじっとしているのが苦手のようだな。すみません、後から来る木の葉の者たちをお願いします。了解した、そちらも気をつけてな。Zatem nasza fabuła po prostu się rozkręca. W tym momencie udamy się do wodospadu prawdy. Nie wiem, jak on się tam dokładnie nazywał, ale chyba właśnie wodospad prawdy, gdzie Naruto będzie się uczył kontroli nad dziewięcioognistym. Ja tutaj sobie grę zapiszę i zakończę ten odcinek. Nagram dzisiaj jeszcze tak trochę dużo większą ilość materiału, bo akurat dzisiaj mam więcej czasu wolnego, więc zabiorę się po prostu za nagrywanie i myślę, że już tak pod koniec tygodnia możecie się spodziewać na moim kanale Saints Row'a, bo powinien się ukazać. Także inaczej, ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, zapraszam na kolejne, zatem na razie i cześć!